こんにちは、ザワチャンネルです。今日はですね、やっとですね、エントリーが出ましたので、こちらの記録会をちょっと喋ってみたいなと思っております。第8回チャレンジゲームス in 大吟道具だいやー、本当にね、こちらの記録会、めちゃくちゃ好記録が出る記録会として有名なんですよね。特に高校生。まあ昨年はね、神林雄太選手が13分台に突入、そして、大分東明高校キャプテン、伊藤颯太選手も都大路につながるね、大事な記録会となりました。そしてね、一昨年の記録会で言えばやはり世羅高校、もう軒並み PB 更新、そしてスランプに陥っておりました新迫選手も、この記録会で自信を取り戻して、都大路での構想につなげたということでね。いや、本当こちらの大吟道具、世羅高校にとってもですね、めちゃくちゃ縁起のいいと言いますか、縁のある記録会といってもね、過言ではないんですけれども、今回も、世羅高校こぞって、エントリーしております。まあ、特にね、結構やっぱり、不振にね、陥ってる選手いますんでね、そのあたりの選手がですね、この記録会をね、きっかけにね、ぜひとも、自信を、取り戻して欲しいなと。いや、本当にね、力があるんでね、もう気の持ちようなんですよ。そこなんですよね。そこを自分でどう克服してくるかというところでね、しっかり、頑張ってもらいたいなと思っております。まあ、その中でですね、特に注目するのはやはり男子 5000m 16組目、まあ、各校のね、エースが集うこの16組目になったんですけれども、まあ、中でもやはり世羅高校、セレが好きなんじゃ、エースの自覚が出てきた、もうオーラをね、もう醸し出しておりますね、梶山凛太郎選手。まあ本当、諸角監督もですね、この全国的に見て、もう今高校2年生の世代が面白いと。まあ、トップタイムを持ってるね、九州学院の井川選手を筆頭にですね、まあ、井川選手今回こちらの大吟道具にはね、出場しませんけれども、いや、本当に言ってましたんでね、もう本当ですね、この梶山選手にもね、そのチャンスあると思います。まあ、おそらく先月のね、中国実業団記録会みたいに、まあ、積極的なね、レースをしてくれると思いますんでね、もう誰も出ないければ俺が出る、俺がタイムを出してやるんだというね、いつもの気概でね、頑張ってもらいたいなと思っております。まあ、先月のね、記録会ではちょっと涙を飲んだ、前垣選手、こちらの選手にもね、ぜひともね、復調のきっかけをこの記録会で掴んでもらいたいなと、思っております。いや、本当に、面白いね、メンバーが集まったんじゃないかなと。まあ、特にね、この中で、まあ、やっぱり1年生対決、まあ、国大インターハイでもね、活躍しました最強高校、勝負厚選手 VS 大分東明遠入豪選手のこの1年生対決。いや、本当にもうね、今、まあ、1年生のね、5000m のタイム注目してますけれども、いつこの上位にね、加わってきてもおかしくない選手だと思いますのでね、こちらの2人にも、頑張ってもらいたいなと思っております。そして、まあ、今回事件がね、というかね、まあ、すごいのがね、最終組に来ちゃってるんで、これをね、紹介しなければいけないと。まず、最終組17組目、東海大学のアバレンジャーズ、こちら坂口選手、立澤選手、そして鬼塚選手の3選手がエントリー。どうしてこのね、大分に東海大学やってきたのかなというね、まあ、ちょっと疑問もあるんですけれども、まあ、それに加えて東エレック、まあ、先日のね、中部実業団でも好記録を出しました中川選手、そしてハッタリハズマーク、いや、こちらもね、大分で走るということで、まあ、九電工の選手も出るんですけれどもね、これ話題にね、事欠かない最終組になりそうだなと。そして留学生のネタで言えば、モゲニ選手、グレ選手、そして九電工からポール・タレーと、リオ五輪、そしてロンドン世界陸上でね、世界の短類を見せてくれました。あの走りがまた大分で見られると。いうことでね、本当注目が集まるんじゃないかなと思っております。まあ、モゲニ選手、そしてグレ選手もね、特にモゲニ選手なんかインターハイチャンピオン、国体でもね、優勝しております。まあ、タイムではね、倉敷の怪物
フィレモン・キプラガット選手にね 5000m 負けておりますのでね、インターハイチャンピオンとしてパーソナルベスト出してですね、キプラガット超え、期待したいなと思っております。10月21日、大分の夜が熱く盛り上がるぜ。大注目でいきましょう。ザワチャンネルでした。